営業を受ける人と、うん、なんか単独ライブで満席にする人なんかちょっと質が違うと思うと思っちゃう、だから、まあまあまあ、その武道館でライブするっていうことと、はい、営業で受けるってことはリンクしてないんじゃないかと、うん、そうなんかちょっと目指すところがちょっと違うんじゃないかな、だから言ったら営業って結構なんかパッと明るく確かにっていう浅いじゃないですか、浅いって言うけど浅くない、そう伝わらへんから、あのなんですか、全年齢どんな人が来ても笑わせなきゃいけない、はい、だから竹持ってくってお笑いファン笑いますかねってちょっと僕ちょっと思ったんですけど、道具使った方がいいって言ったじゃないですか、だからそれはだからその営業に特化した人ね、だそれの例えとして竹で実際受けたから俺それ一個で単独ライブのちょっとちゃうんちゃかねって言ったっけ先生が言ってるから先生が聞きたくないってチェンジするチェンジチェンジないですないです、相談者チェンジないです、チェンジはないです。